ほい、ファイヤーです。百姓をするまで終わらない夏。まだセミの声が聞こえてます。夏です。ということで今日はですね、クガネの門の侍と戦いたいと思います。この侍です。どうぞ。こんにちは、青の流派ドラゴンです。今日はファイヤーに1勝2勝3勝できるように全力で戦います。では行きましょう。レッツファイヤー。では刀を収めて、はい、お願いします。お願いします。構えて、始め。勝者ファイヤー。では刀を収めて、レイ。ありがとうございます。次行きます。始め。割れたと思った。いや、割れたと思ったんですけどね。いや、綺麗に入った。完全に入ってる。よかった。この刀の形入ってる。よかった。危ない危ない。始め。まだ割れてない。まだ割れてない。危ない。割れてないよ。セーフ。打った瞬間に体が受けたから。割れてない。いやー、完全に音だけで割れたかった。始め。まだまだ強くなるね。ありがとうございます。あ、当たったけどな。勝ちたかった。はい。わあ、自分が前じゃないところから下がって。こう入ってない。サクッと今の。オッケー。サクッと今の。オッケー。ほら、いった。これでいけるっていうものを持ってたら攻められるんだよ。
全然違いました。なんか下から行くイメージです。なんか見えました。強くなったドラゴン俺とやろう。はい、ありがとうございます。お願いします。始め。一旦確認します。構えて。始め。確認します。構えて。始め。勝者、ファイヤー。刀を収めて、レイ。ありがとうございました。いや、格段強くなってるよ。楽しいな。いや、当てられてる。当ててます、ね、うわ危ない。強くなってます。強くなってます。本当に。めっちゃ強くなってる。だから、ぶれなくなった下半身。当たんないですよね。だから、重心をぶらそうと回って打ってんだけど、割れないっていう。いやじゃあ初めて勝てるイメージがちょっと見えましたね。当たりと勝つ人って勝てるイメージがある人だから、負けるかもって思ってきてると絶対負けちゃうから、勝てるイメージを持ってるかどうかなんて。最初そうです。強くなった。ありがとうございます。